見ちゃダメ失敗しちゃいましたっていただきます。やっぱり少ないけど、あんまそこそこキラキラはしてた。明け方9号目から最後のてっぺんはあそこ一方通行だから、一方通行っていうか一列じゃないから登れねえから、登る人でもやっぱ少ないんじゃない。幕内こんな感じです。メッシュにしました。まだ朝で日陰がになってるので涼しいですけど、お日様が近づいてきております。すぐそこまで来てます。こんな感じです。メッシュにしてます。こうやって見るとこの上のポールが飛び出ちゃうので、そこがすごくデッドスペースになってもったいない気がします。ちょっと、はい、どうぞ作ってください。はい、本日のやつ、地元で買ったクリームソーダ。違うよこれ、作るんで。これはスイカ、カルディで買ってきたの。クリームソーダ、カルディだとそうですとブルークリームソーダ、青色クリームソーダにそうを作って、どうぞ飲みたいと思います。パチ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 。途中です。氷とこちらも動かしてるわ、うん、扇風機回して。とりあえず味付けはペヤンを、ちょっとここ本当だ。いただきます。いただきます。でも味はどうかな。なんかペヤングだけで意外といい色になったから足さなかったけど。色的にはこれになる。粉末もかけるになる。うん。ペヤングかどうかって言われるとよくわかんない。なんかそういう感じはしない気がする。一つで多いかもしれないから、ね、うん、そのつもり。堀西、ちょっとこれでも混ぜて、多いと思う。ホリニシの香りがすごいする。ホリニシの勝ち。雷鳴ってます。今日はにぎやか満員だそうです。こっちも来るかな。暑いけど一雨来て涼しくなってほしい。
富士山がドン。一気に来ました。びしょびしょ。お、雷。ところシームレス加工してないところが雨漏りしてるっていうことが分かりました。最初にやらなきゃいけなかったみたいで、この夏目からここ溜まっています。富士山は隠れちゃってます。これは切ってある、はい、お肉をちょっと乗せてもらってもいい？で、塩コショウしかしてないから、あとはお好みでいいですか？了解。何が巻いてあるのかな。油いらないね。うん、わーってみんな何見てた、うん、見てないけど音だけ。本当にすごかったよ、うん、このご飯食べてるか、うん、おかわりする、うん、ごちそうさまでした。
です。いただきます。いただきます。でもプタプタ言わなくなったかな、もうなんか。なんかポッタンポッタン気になったけど、なんか今になったら、ごちそうさまでした。さあ今日これもらっちゃおう。そういえばさ、うん、お世話になりました。 S の一番サイト、富士山の眺めはこんな感じです。マチャイチャンネルのマチャイです。ラさんです。疲れてま す。撤収終わって、帰るところです。2泊3日のモスキャンフィールドさんでのキャンプでしたが、2日間とも夕方は雷雨で、昨日はかなりの、雷雨、あの横殴りの雨で、下も水浸しになった感じですけれども、今回、リビドンの、新幕デビューと、ビジョンピークスさんの当たった TC ルーテントファミリーをインナーにやって のデビューがありました。まあ感想はとりあえず、はい、させて帰ることができた感じです。なかなか幸いなことに午前中はちょっと日陰のサイトだったんで、日向に少し移動させてとかやって、どうにか乾かして帰ってきました。気持ちいいテント、テントっていうか、まあたくさんメッシュがあるからね、風通しが良かったですね。良かったです。で富士山も見えて、明かりはちょっと例年よりもやっぱり規制がかかっていたから少なかったんですけれども、登山道の明かりも見ることができました。帰りは相変わらず下道でゆっくり帰りたいと思います。次はまたちょっと富士山の見えるキャンプを予定しています。ではまた動画でお会いしましょう。どうも。Thank you.